68式拳銃は1960年代後半から朝鮮民主主義人民共和国で製造され、主に朝鮮人民軍に配備された大型自動拳銃である。大韓民国の保管する露核品など一部の個体には1966年製を示す刻印が見られるため、同国の戦争記念館では66式拳銃として紹介しているが、 本校では特に正し書きのない限り、アメリカ国防総省作成の資料等に確認できる68式拳銃の故障で統一する。1960年代初頭までの朝鮮人民軍では、ソビエト社会主義共和国連邦や中華人民共和国から輸入した TT-33 系の拳銃に加えて、第二次世界大戦以前により、 東アジアで流通していたモーゼル C96、旧日本軍から継承した14年式拳銃や94式拳銃、朝鮮戦争中にアメリカ軍から露飼した M1911 など極めて雑多な拳銃が運用されていた。しかし、これらの拳銃は部品や弾薬、操作方法などに共通性がないため、運用にあたって多くの問題を抱えていた。 初の国産大型自動拳銃として開発された68式拳銃はこれらの雑多な拳銃を更新、一本化し、軍備の質的改善に貢献した。東側陣営に属していた北朝鮮は他の新祖国や衛生国と同じく複数のソ連製兵器を国産化していたため、68式拳銃も自国でライセンス生産した。 TT-33 であると誤解される場合があるが、実際には TT-33 を手本としているものの単純な模倣ではなく、北朝鮮が独自に開発を行っている。分解状態の68式拳銃各部のアッセンブリ化や省略によって、部品点数と製造工程を極力減らした組用消火器として求められる堅牢さと生産効率に重きを置いた拳銃であり、 この設計思想は68式拳銃に先立って配備されていた TT-33 との共通が見られる。作動機構は TT-33 と同じくブローニング式小トリコイルが採用されているが TT-33 が重心高端下部に設けられたスイングリンクの誘導によってティルティングを行う。 M1911 からそのまま模倣した機構を有していたのに対し、68式拳銃はリンクを斜めに切り込まれたカムコウに置換した改良、ブローニング方式と呼ばれる機構が採用された。改良、ブローニング方式は、ベルギーのファブリックナショナルがブローニングハイパワーで実用化して以降、あらゆる自動拳銃で採用された作動方式でリンクを用いる、 古いブローニング方式に比べて加工が簡単で構成部品も少ないため68式拳銃もこの機構の採用によって手堅い設計にまとめることができた。重心及びスライドの全長は TT-33 よりも短縮されている。形状自体も t t 十三の視覚的特徴であるスライド後端からグリップにかけてが丸まった形から 一般的な角張ったスライドとハンマー下に突起を持つフレームの組み合わせに変更されセレーションも傾斜した細溝となった。また TT-33 ではスライド前端に独立したバレルブッシングが備わっていたが68式拳銃では廃止された。グリップフレームは TT-33 の直線的なものから後部が 若干曲線を描いた形状に変更され、握り込みやすくなっている。グリップパネルは、縦溝と円形の衣装を配した黒い樹脂製で、TT-33 の影響が目立つが、形状自体は全く異なりフレームの輪郭に沿った形に改良されている。マガジンリリースボタンは、トリガーガードの下から、グリップテーブに移され、 素早い断層交換には熟練を要するようになったが、一方で製造時の工作は容易であることから、設計思想に沿った工夫として見ることができる。実質的に、朝鮮人民軍における TT-33 の後継として企画されたため、使用する実行と相談数はこれに準じている。断層は TT-33 と一定の互換性を持ち、 tt-33 の断層を68式拳銃に挿入することは可能だが逆はできない。これは68式拳銃ではマガジンリリースボタンの位置変更に伴い断層側の保持ノッチが省略されたためである。手動安全装置は t-33 に倣って省略されハーフコックセーフティのみを備える。68式拳銃は 朝鮮人民軍の一般兵士の主力拳銃として普及し、ある程度の成功を収めた。しかし、配備開始の時点でも、設計の古さは否めず、1980年代には、チェコスロバキア製シーズ75を国産化した白頭山拳銃が人民軍における後継の正式拳銃として採用されている。ただし、現時点で、 どの程度の68式拳銃が更新されているかについては諸説あり運用状況は依然不明である。また製造されたうちの大半は国内で配備されたが一部は国外へ輸出されエルサルバドルのサハ民兵組織として知られるファラブンドマルティ民族解放戦線での運用が確認されているほか政治的な意思経済的に北朝鮮と 友好関係にあるベトナムやキューバ、ニカラグア、ジンバブエ、イラン等で使用されたとも言われている。ありがとうございます。